スノーマン宮舘涼太、自身の意外な胸キュンソング明かす、いろんなことを学んだ。スノーマンの宮舘涼太が18日放送のフジテレビ系、これが定番。世代別ベストソングミュージックジェネレーション、夜7時に出演。自身の胸キュンソングを明かす。宮舘涼太、藤田ニコル弓木ナオラ出演番組では、昭和、平成、令和の3世代の定番ソングをテーマ別に調査。視聴者アンケートの結果から世代別ベストソングを決定し、貴重映像とともに発表していく、家族で楽しめる音楽バラエティだ。第12弾となる今回も、MC のサマーズ、大竹和樹、三村正和の2人が、昭和世代46歳以上の代表として登場。井上聖歌アナウンサーが進行を務める。ゲストには、平成世代26から45歳代表として加納栄光、藤森慎吾、オリエンタルラジオ、初参戦となる宮舘、また令和世代25歳以下代表として藤田ニコル、弓木奈緒、乃木坂46、初登場の花山瑞希、という豪華な顔ぶれが集結。